皆さんこんにちは。昭和の大スター美空ひばりさん。美空ひばりさんには自殺未遂や橋幸夫さんとも枕営業などいろいろな噂があります。今回はそんな美空ひばりさんについて紹介していきます。まずは美空ひばりさんのプロフィールです。美空ひばりさんは1937年1月29日に東京都港区で生まれました。本名は加藤和恵で、美空ひばりという芸名は彼女が10歳の時につけられました。彼女の歌手としてのデビューは1949年のカッパブギウギでした。当時美空ひばりさんはわずか12歳でした。この曲がヒットしたことで彼女は一躍スターとなり、以後日本の歌謡界を代表する歌手として活躍することになります。美空ひばりさんの歌唱力は幼少期から非常に高く評価されていました。彼女の声は天才的、振動などと形容され、多くの人々を魅了しました。また美空ひばりさんは歌手としてだけでなく女優としても活躍しました。彼女は数多くの映画に出演し、その演技力も高く評価されています。代表作には女心の歌、黒い海峡などがあります。このように美空ひばりさんは多彩な芸能人として幅広い分野で活躍しました。そんな美空ひばりさんは橋幸夫さんと枕営業の噂があります。1960年のデビュー曲イタゴガサや吉永小百合さんとのデュエット曲いつでも夢をなどで国民的スター歌手となった橋幸夫さん。そんな橋幸夫さんは美空ひばりさんと出会ったのはデビュー2年目で、橋幸夫さんが18歳、美空ひばりさんが26歳の時でした。2人は仕事場で紹介された後、雑誌の対談で意気投合し、歌番組でもたびたび共演するようになったといいます。その後自宅に招かれることもあり、ある日美空ひばりさん宅で一緒に酒を飲んでいたところ、タバコを買いに出ようとしたら美空ひばりさんが引き止め、机の引き出しを開けると、そこには端が数銘柄のタバコがびっしり並んでいたこともあったといいます。この時橋幸夫さんは俺に惚れてるのかなと思ったと告白し、この他にも橋幸夫さんが一人暮らしをしていたアパートの部屋を美空ひばりさんがいきなり訪れ、当時の橋さんの新曲雨の中の二人のシングルレコードを、これ買ってきたのと手渡したことがあり、お嬢が人目も気にせずレコード店で買ってきたと感激した思い出も明らかにしました。また1967年秋頃には週刊誌などで熱愛報道が続いていましたが、橋幸夫さんはすり合うはずがないと恋心を封印、美空ひばりさんと恋愛関係になることは諦め、その約5年後に一般女性と結婚してました。披露宴には美空ひばりさんも招待したそうですが欠席となり、その直後に出られなくてごめんなさいというメッセージとともに、祝いの品として高級ペアウォッチが届いたそうでした。そんな橋幸夫さんに田原俊彦さんは、橋さん1回くらいチューしてますよねとツッコミ周囲を爆笑させましたが、橋幸夫さんは手を横に振りながらないないと笑って否定しました。この橋幸夫さんの明かした2人の関係から枕営業の噂へとつながったのでしょう。そんな美空ひばりさんは1962年5月29日小林旭さんとの結婚していましたが、わずか2年で離婚しています。その元夫の小林旭さんは美空ひばりさんとの出会いの秘話や破局までに結婚生活で起こった封印事件などについて赤裸々に語っていました。2人の出会いは1961年秋雑誌での対談だったそうで、その時美空ひばりさんが恋人はいるの?と聞くから、いないよと答えたら、じゃあ私と親しくしてよ、いい?気がついたら恋人になっていたと言います。それからというもの、美空ひばりさんからは熱烈なラブコールが続き、小林旭さんの出向く先々にまで電話がかかってきたそうです。これについて小林旭さんは、ある時は芸能人が何十人も集まったパーティーに呼ばれて、私のダーリンよと紹介されて複雑な気持ちだったよと明かしていました。ただ
極めつきはその年の暮れのことだそうで、一台の黒塗りの車が小林さんの自宅前に横付けになった時、二三人の若い衆の後に続き、車から降り立ったのはひばりの父親代わりと言われた神戸芸能社社長の田岡和夫氏で、当時の山口組の三代目組長だったといいます。そして田岡親分に、お嬢があんたに惚れてると言うとんのや、天下のひばりに惚れられて、これは男冥利に尽きるやないかと切り出され、小林明さんは、いや僕は結婚するにはちょっと早いんでねとたじろいだそうです。ですが田岡親分は、ひばりはあんたと一緒になれんなら飯食わんと言うとんのじゃ、ええやないか、一緒になったれやとか畳みかけ、さすがの小林明さんも分かりましたと言わざるを得なかったといいます。こうして1962年11月5日世紀の結婚式が行われ、美空ひばりさんが25歳、小林さんは24歳でした。そんな芸能界の超大物スター小林明さんは、かつての恋人朝岡瑠璃子さんとの別れを、2016年1月4日から始まった朝日新聞の連載コラム人生の贈り物私の半生で忌憚なく語っており、朝岡さんの父に、どこの馬の骨かわからんやつに娘を嫁にやれるかと言われてカチンときたことが引き金になったと言われています。美空ひばりさんと小林明さんの結婚は、朝岡瑠璃子さんとの別れの直後に急速に進展したことがわかります。これらの出来事から、美空ひばりさんが朝岡瑠璃子さんから小林明さんを寝取ったという噂が立ったようです。また挙式当日、自動車販売会社のセールスマンが式場に新しいジャガーを届け、代金を請求してきたそうで、驚いたひばりプロの関係者に問い詰められたセールスマンは、小林明さんに言いつけられたと言います。この報告を受けた美空ひばりさんは小林明さんに尋ねると、新しいジャガーで新婚旅行に行きたいし、お金はご祝儀が集まってるだろうと涼しい顔で答えたと言います。これについてレコード会社関係者は、そんな非常識なところのある朝日さんにひばりはカチンと来て言い争いになった、二人とも折れずに激しい口論になって、明さんが投げつけたグラスが割れ、その破片でひばりさんは発作的に自分の右手首を切りつけたんですよ。死んでやると言ってカッとなって驚かすつもりだったんでしょうがと明かしていました。右手首の傷は約10センチの裂傷で、かなり深く、地元の医師の治療を受けたそうですが、ひばり新婚初夜に自殺未遂の一件はごく近しい関係者の胸に秘匿されたといいます。そのことについて小林明さんは、そういう騒動もあったかな、忘れたよと言葉を濁し、続けてひばりとのことは俺の気持ちにはお構いなしに進んだから、このまま行っていいのかなと迷ったことは事実だよ、ただ一緒に暮らすようになってひばりに対していつしか好きという感情が湧いてきたのも確かなんだ。あの忙しい彼女がエプロンつけて料理本を見ながら、俺の好きな肉料理1キロ分のローストビーフとか作ってくれた。天下のひばりも俺の前では一人の女性になろうとした。だから可愛いやつだなと、だんだんそんな感情が育ってきたんだなと話しました。また結婚した当初、マスコミはこぞって小林明さんを中傷する記事が多く上がり、これについてはそう言われるのはある程度予期してたよ。だって天下のひばりと高々日活の渡り鳥風情と、じゃあそれはもう月とすっぽんの開きがあるってことは花から自覚してたからねと振り返っていました。そう達観していた小林明さんでしたが、結婚生活の決定的なネックとなったのは、一卵性親子と言われた美空ひばりさんの母親だったと言います。母親は加藤和恵、ひばりの本名は嫁に出すけど美空ひばりはやらないよと言い、これに対し小林さんは、じゃあどこまでが加藤和恵で、どこからが美空ひばりなんだ、顔と声は万民のものだから、胸から下は小林明のものかと解釈の仕方について議論をしたといいます。やがて彼は言葉ではうまく言い表せないけど
ひばり一家には世間の常識にはない。ひばり一家の方程式、なるものがあったんだよ。と、美空ひばりさんと母親を中心に回る、一家の生活に振り回されるようになってしまい、わずか2年という短い付き合いで離婚していました。そんな小林明さんは、ひばり親子に頼まれた会見2日前に、加藤紀美恵さんから、お前と一緒にいることが、ひばりにとって解放されていないことになるんだから、別れてやれや、と引導を渡され、逆らうことはできなかったと小林明さんは述べており、記者会見は別々に開かれ、小林明さんの会見には、父親代わりであった田岡さんと、両和プロ社長、加山東一郎さんが同席したといいます。小林明さんは、本人同士が話し合わないで別れるのは、心残りだが、和江が僕と結婚しているより、芸術と結婚した方が幸せになれるのなら、と思って、理解離婚に踏み切ったと説明。この理解離婚という言葉は当時流行語となったほどでした。そして、未練はいっぱいある。皆さんの前で泣きたいくらいだ。と、離婚は小林明さんの本意でなかったとも語っていました。その1時間半後には美空ひばりさんも田岡さんに同席してもらい、記者会見を行いました。美空ひばりさんは、田岡さんに口添えされながら、理由をお話したいのですが、それを言ってはお互いに傷つける。自分が幸せになる道を選んだと答えていました。また、私が芸を捨てきれないことに対する無理解です。芸を捨て、母を捨てることはできなかった。とも語っていました。いかがでしたでしょうか。今回は、美空ひばりさんの自殺未遂や、橋幸夫さんとの枕営業などについて紹介していきました。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。